ドンボールを七つ揃えし者よ、願いを言うがいい。願いは叶えてやった。それならたやすいご用だ。ものすごく強いやつらと戦うっちゅうのに、なんだかワクワクしてきやがった。オラたちも修行して待ってんかんな。おめえはオラには勝てねえ。戦わなくてもわかる。おめえらも随分強いけど、オラたちの勝ちだ。たやすいことだ。叶えられん願いはない。どちら様で？ウチハ一族の血を引いた最後の男だ。闇の中にしかない。お前、思いっきり攻めた格好してるけど、本当にニヤニヤローンの社長なのか？兄貴は自分を殺させるための復讐者という存在として俺を選んだんだ。ぶっちゃけお前サイボーグだから、俺は今25だけど、若いな。お前ならすぐに俺を超えるだろう。こいつはもっとチビの頃からみんなと同じように戦っていたじゃねえか。ねえか。あとはオラに任せてくれ。なかなかの崩壊っぷりだな。俺を追い出したムカつく大家のアパートは無事か？修行にいい場所を知ってんだ。たった一日で一年分の修行ができる部屋が神様んちの神殿にあんだ。変わってんなお前。おめえはオラには勝てねえ。戦わなくてもわかる。お前、思いっきり攻めた格好してるけど、本当にニヤニヤローンの社長なのか？オラには鼻くそをほじる力。こいつはったりじゃねえ。おめえは綺麗だが。Thank you.
何にしようかな。瞬間移動ってやつだ。え、よく行くスーパーが潰れてら。自分の強さに自信がありすぎるんだ。そのせいで隙だらけなんだよ。この緊張感は